カリフォルニアジリスは、ネズミメリスカに分類されるジリスの一種。アメリカ合衆国カリフォルニア州、オレゴン州西部、ワシントン州南西部、ネバダ州北西部、メキシコ合衆国バハカリフォルニア半島体長330から508ミ、mm、リメートル、おな百127から229ミ、mm、リメートル、体重280から738グラム。体毛は、背部が、灰色。 淡褐色、浅黒い色の混合で縁になっており、腹部はより単行色か淡い灰色がかった黄色、目の周りは白っぽい毛で縁取られている。巣穴の前のカリフォルニアジリス典型的なジリスのように、地下に掘った穴で生活する。いくつかの穴は共有だが、各個体が自分専用の入り口を持っている。巣穴から約140メートル以内で過ごし、しばしば日光浴もする。 寒い地域では数ヶ月冬眠するが、降雪のない地域ではほとんどの個体は一年中活動的である。暑い地域では数日間仮眠する。装飾性で農作物も食べるためしばしば害獣とみなされる。頻繁にガラガラヘビに捕食される。他にも捕食者にはワシ、アライグマ、キツネ、アナグマ、イタチなどがいる。1970年代から行われている。 カリフォルニア大学デイビス校の共同研究によると、カリフォルニアジリスはガラガラヘビの捕食から逃れる様々な方法を使っている。いくつかの個体群の生態はガラガラヘビの毒液に対する変動する水準の免疫を持つ。子供のいるメスはガラガラヘビの抜け殻をよく噛んで自分や子供たちを舐め、自分たちの匂いをヘビに変装させる。砂を蹴ったりする嫌がらせは ガラガラヘビに大ガラガラ鳴らす行動を引き起こさせることでヘビの大きさや活動度を知ることができる。もう一つの戦略は尻尾を加熱しヒュッと振り回すことである。狩りの際、ガラガラヘビは主にピットと呼ばれる赤外線の放射を見つける機関に頼っている。カリフォルニアジリスは体温の高くなった尾を振り回すことによってガラガラヘビに私は脅威ではない。 しかし、狩ろうとするには、私はあまりに大きいし、素早く移動できるぞというメッセージを伝えていると考えられている。これらの対抗策で、子供のいる近くの巣穴からガラガラヘビの注意をそらすこともできる。スパーマファラス属に分類されていたが、この属は単系統ではないことが明らかになったため、ヘルゲニエトールによりオタスパーマファラス属に再分類された。 19世紀初頭のイギリスの探検家で、カリフォルニア州北部を1826年の1828年に探検したフレデリック・ウィリアム・ビーチにちなんで、オタ・スパーマ・ファラス・ビーチと名付けられた。リンジー、AV、ティム、R、アルバース・キャステンダ、ST、カストロ・エリラの、アイ・アンド・ラシェ T、スパーマ・ファラス・ビーチ。 IUCN レッドリストオブセレクトンドスピーシーズ、バージョン2008、インターナショナルユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネチャー、2009年1月8日、閲覧。今泉義則監修、世界哺乳類和名辞典平凡社、1988年。ABCDE リマ、M、スパーマファラスビーチ、アニマルダイバーシティウェブ、2014年3月3日、閲覧。 リンスデイル、J1946、ザ・カリフォルニアグラウンドスクイレル、バークリーロサンゼルス、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス、スキアールズ、ユーズ・オールド・スネーク・スキンズ・ツー・マスク・ゼア・セント・フロム、プレデターズ、ハット・カリフォルニア・スキアールズ・ヤンク・ラトル・スネークス、テールズ・ハット、スクイレル・ハズ、ホット・テールズ・テル・スネークス。サイエンティフィック・アメリカン、2007年9月29日、閲覧。 ヘルゲン、クリストファー・エム・コール、カイ・ラッセル・ヘルゲン、ローレン・イー・アンド・ウィルソン、第、ジェネリック・リビジョン・イン・ザ・ホーラーアクティック、グラウンド・スクイレル・ジーナス・スパーマ・ファラス。ジャーナル・オブ・ママ・ラジー90、2 7 0 3 5ドイ、10.1644、07マム A-309.1、オリジナルの22オクトーバー2011時点における、アーカイブ。 h t t p コロンススララッッシシュュ w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  e b c i t a t i o n o r g スラッシュ6 2 t p 5 i 1 j k ファウナボレーライアメリカーナオアザズーロジオアザノーザンパーツオブブリティッシュアメリカンページ 170http://books.google.comslashbooks コロンススララッッシシュ id イコールンツックスキャマジアンドプリントセックイコールフランカバーアンド DQ イコールファウナボレーライ、アメリカナパーセント3倍等アザ、ツーロジーオブザノーザンパーツオブブリティッシュ、アメリカパ170、M12009 年1月11日閲覧。ありがとうございます。